日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？レジャーの夏、リエの日本大捜査、サマーバケーション in ジャパン。今週はジャパナビ夏のお祭り大集合、南東北3県、栃木元気発信最終章、栃木県。先週は那須高原でジップライン、鬼怒川でラフティングとアウトドア三昧。今週はまず佐野市にある巨大アウトレット施設で日本の最新ファッションをたっぷり購入。ショッピングを十分楽しんだ後は日光へ移動、世界遺産見学からスタートです。世界遺産へようこそ。世界遺産が見たいね。日光でなんか有名なものある？はい、見たい。一時神社2個、お寺1個。イエス。三つあるよ。全部見ないと損ですね。はい。でも暑いよ。暑いね、うん、でも大丈夫。今日はタクシーを呼んでいます。タクシー？タクシー。うっそや。あきたー、スペシャルタクシーでーす。かっこいい。お待たせしました。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。わー、江戸時代だ。ここは何ですか？こちら三仏堂ですね。輪王寺の三仏堂。三仏堂、はい、あの絵が、はい、あの絵の建物が中に入ってます。あ、中に入ってる。ここから10年ぐらい先まで、修繕作業。わ、東照宮着いた。じゃあ東照宮入ってください。はい、ここからはいけないんです。いけない。なんで？ここから先はどんなに偉いお殿様も歩いていきます。大変だな、神聖的だもん。神聖の場所だから。そうよ。そっか。見てこの棘。わ、かっこいい。上も緑、下も緑、すっごい。なんか涼しくなった。あ、本当。ここに入ったら急に気温が下がった。この全体の歴史はどのくらいでしたっけ？300。来年再来年で400年祭があります。400年祭。すでに400年。はい、じゃあ二荒山神社到着です。はい。ありがとうございます。わ、立派。すごいですね。もう1200年以上歴史のある神社です。1200年。じゃあこの辺で降ろしていただいて、はい、私たち中に見に行きます。はい、ありがとうございました。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではここから二社一寺の中へ。今回は最も香港の人にも知られている東照宮を見学します。今日の案内人は大高さんです。東照宮はなんでこんなに金色をすごく使ってるんですか？そうですね、いわゆる豪華に見せるために金とかを使ってるわけですね。赤とか、はい、もう絢爛豪華にするということです。ですから、なるほど、奈良とか京都とかっていうところとはまた別に、ちょっと違いますね、ポイント。全然違います。独特ですよね。独特です。この上の長さんは何ですか？これね、日本に象いなかったんです、300年以上前。ですね。はい、ですから当時の加納大雄斎という方が本を読んだり人の話を聞いて想像で作った像なんですよ。想像で作った像ですから、ちょっと違うところありますね。耳が、穴が見えちゃってるんです。かぶってなきゃいけないんです。白い像の尻尾は3本生えてるんです。3本、本当だ。あと馬の尻尾ですね。なんか想像の動物みたいになっていいですね。想像で描いた像ですから、想像の像という意味です。ここには世界的に有名な彫刻があるんですね。はい、こちらです。猿の彫刻。あ、こちらどうぞ。マロジャイ。見ざる言わざる聞かざる。飛来馬天、飛来馬猛。飛来馬いいな。馬いいな。馬いいな。多くの歴史的建造物を見学した後は、平和で楽しい時代にタイムスリップ。場所は400年前の日本をテーマにした日光江戸村です。江戸時代にタイムスリップ。変身しました。かっこいい。これは女剣士。女剣士。これは？これは侍ってこと。侍。あなたおかしいよ。何が？頭。これは今年の流行りでござる。そう？どこ？海外帰りだから。あ、帰国しゅうだね。帰国しゅうでござる。へ、江戸の町を案内してほしいでござる。ダメ。なんで？ここ危ないから。ちょっとどれくらい武術持ってるか見せてくれ。任せろ。あれ、まあ、危ない。なんかダメよ、手も足りないし。この町危ないから、はい、常に俺の後ろにいてくれ。分かったでござる。じゃあ出発。うわ、馬乗らないの？まあ、やーたくせー、おせーなー。え、あのー、
ついていく人間違えた。チンモーヤシュバモー、シオパーちゃんねーよこれ。おはようございます。おはようございます。これ何ですか。これカゴと言います。カゴ、カゴですよ。カゴ乗りましょう先輩。気持ちそうですね。うん、でもダメ。なんでですか。なんで。金ないから。ああまだ金ない。あなた本当貧乏な。侍は心が豊かですけれども、貧乏でも楽しく過ごせる。そうなの。いやちょっとわかりませんけど、これタダでね、乗れますから乗ってくださいよ。タダだよ。本当だ。ちょっと乗ってみよう。誰でもタダ。誰でもタダでございますから乗ってください。先輩乗るんだ。気持ち、あなた歩いて。あいやあ、師傅は橋頭遊覧、唔該。気持ちいい。先輩どうでした。最高です。侍の心は。侍うるさい。まった時間ないから。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。なんで私がお礼言ってんの。あー綺麗だね。そうですね、うん、こういう景色外国ないの。あるよ。 ICC とかビクトリアピークとかすごい綺麗。カムチ香港が。はや。あ、香港から来たんだ。香港から来ました。晴れじゃないの雨。あ、ここは一番にぎやかなところだ。お、ダウンタウン。そうです。香港。あ、香港じゃねえよ。違う、ゴング大会。へえ。おでこじゃる。ここはね、とっくり危ないよ。はいむ、気をつけなさい。はいむ。でも、仲間いるからついてこい。はい、こんにちは。こんにちは。お前、六郎ちゃん。じゃあ、こっち頂戴で。지금배치대만야뭐가우죠가우도가우도네운동화도화안녕하세요어와안녕하세요맛있어오와고래포크로다이커포츠토마토토마토고래키우리고리넣ってる에도지다의오야츠다이도사라ください。에요이거라데스까100료でございます。100료에멋있는100료에멋있는멋있는唔養啦，你外國翻嚟噶嘛？嗯，我知。細佬，你真係唔話得嘅啫，請我食嘢。食啦。哇！我揸，邊個？狗。嚇？又買？哇！我揸呀，小朋友。你有錢咩？唔使錢噶。唔使錢。Service。誒，都話優しいね。唔係啊，我有面啫。こんにちは。こんにちは。陈生同陈太啊。陈太好中意打麻雀噶，成日顶下噶。猪下噶。哇，你又识嘅？得人打翻波未？おいし、わしと勝負せぬか？そうじゃ、わしらとても強いぞ。え、すげえ。でござる。こいつももっと強いよ。お、西洋帰りでござる。西洋帰り。わしは容赦しないぞ。勝負。勝負。しないだろ。やあやあ。私が勝ってしまうぞ。 UFO！ どうや？引き分けだぞ。 あー！ 一本！ イエーイ！ これはな、褒美の一部金じゃ。 一部金？ 昔のお金じゃ。 あ、お金稼ぎました！ 素晴らしい、素晴らしい。 先輩、稼いだぞ！ よし！ はい、あなたの刀。 はい！ 行こう！ あれ？ 私のお金。 あれ？ お金。 あいつじゃ、あいつ。 あいつ！くせ者！モナどもー出会え！捕まえたぞ。おお、見事じゃー。おい、お前ら、俺のことおらっきたな。何？無に？あっちゃー！うわ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 ー！はい。咁就系噶嘛，一个抢我啲钱，走。かっこいい先輩。仕事終わったよ、ありがとう。わあ、忍者だ。そうです。あ、あんたも知ってんの？忍者は世界中で有名だよ。外国でなんで言う？忍者。同じや。わあ、すごいな。こうやって子供の頃から練習してトレーニングするんだ。すごいでしょ？私もやりたい。これは初心者だから、もっといいもの見せてあげるよ。見たい。でしょ。ベイチン。やうベイチン。ハロー。ファイルウェイ。おい、じゃあ、出せか。
マイドオロチャン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 。おーすごい。わわ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 サイレン、私もすごいぞ。うわ、ほんとだ。なんですっごい眺めになってんの。すごいすごい、インセプション。おー、チーパン本館。ほらほら、なんか来た。お、なんだ。新選組ですか。見るからに怪しいですな。怪しいって。弱くないよ。弱くない。よし、おどもお名前にしろ。お名前にしろ。あ、捕まれよ。なんだ。あよし、行かそう。やれ。カフー、ブルースリー。おかしい、おかしい、おかしい、おかしな敵を。いやー、よし、帰ろう。帰りましょう。ご用意は。バックトゥーザフューチャー。時は2013年に戻り、いよいよ今回の夏祭り機構クライマックス。最後を飾るのは栃木県宇都宮市の花火大会です。わー、チュードン。花火大会だね。宇都宮の花火大会、年に1回、夏の楽しみ。すごい楽しい。人多すぎない？もうすっごい、ずっとここに来るまで人間が渋滞。そう、どういう所有もあるのね。でも大丈夫、広いから。そうだよ、みんな座り心地いいね。うん。何時から始まるの？7時半からだって。あと1時間あるじゃん。続きまして屋台見ようか。夏休みじゃなくて夏祭り。屋台がずっと並んでるのは。でもダメだ、戻ってきたら酒なくなっちゃうよ。大丈夫。名誉会長。いい、 VIP レガバー。あ、いやー、本当はんなー。わーわー、賑やかだね。中道やんねが。そしてこの、ね、夏祭りの屋台ね、うん、なんか屋台だらけだね。そう、ワクワクするね。ちょっと味見たらさ、もう、うん、もうレイトンドみたいなね。そうだよで、あっちのたこ焼きと隣のフルーツ飴。フルーツ飴はフルーツの周りに飴がかかってて冷やしてある。ちょっと食べてみる。うん、あ、リンゴ飴だ。お、本物入ってる。これは日本のお祭りの屋台の定番。あ、定番？美味しいよ、中に本物のリンゴが入ってる。そうだね。で、周りが飴。でもこれはね、結構大きくて食べにくいから、ちょっと撮影はあっちにして。あっちにいろいろある。かわいい。これこれ氷の上。これ氷？砂糖？氷じゃないでしょ。あ、お砂糖の上に乗ってるんだ。あ、これが砂糖。あ、かわいい。いちご飴。芸術じゃん、これ。本物が入ってるよ、中に。甘酸っぱい。山頂に開放。おいしい。いいな。うわー。わー。真っ黒な感じ。うん、すごい。どれがいいですか？ピーチ、メロン、ブルーハワイ、コーラ。コーラって珍しいよ。あんまり見たことない。うん。かき氷は日本の真夏の象徴。そうだよ、夏の時ね、うん、こういうふうに食べれた。スチームまでよ、冷たくなる。もう頭まで冷たくなる。お、凍ってる。え、始まった。うわ、ちょっと行かないの。ファイファイファイ。夏祭りとか楽しいことがいっぱい詰まってるよね。私たちもいろいろ回ったね。回った。福島県、山形県、宮城県、栃木県。そうだよ、今の東北すごい元気になってるじゃん。元気いっぱいだよ。だからこの元気いっぱいを皆さんにも見てもらって、皆さんにも東北楽しんでもらいたいね。私たち今楽しんでるよ。花火大会最高。